ファイフ伯爵は、かつて存在したアイルランド貴族の伯爵員。中世のスコットランド貴族ファイフ伯爵の末裔とされるウィリアム・ダフが1759年に除されたことに、始まる。六大伯、アレグザンダー・ダフの死によって廃絶した。ダフ氏族と関連のある、ダフ上司六大伯、アレグザンダー。ファイフ公爵化を起こした。ダフ氏族は、 スコットランドをケネス3世の孫娘グロフォーブ、スコットランドを子祖とする一族である。一族の歴史は古く、系譜学者イアン・モンクリーフは、スコットランドゲール人の中でも最先人の子族とする。その系累はやがて、ファイフの領主を経て、ファイフ伯爵となったが、その子孫、マードックス・スチュアートが1425年に、スコットランドに帰還した。 ジェームズ一世によって処刑された際に、この中世よりの借位は没収されている。その末裔とされる、ウィリアム・ダフは、バンフシャー選挙区選出の庶民委員議員を務めた、政治家で、1735年7月28日に、キャバン剣キルブライドのブレイコー男爵に助せられた。続く1759年4月26日には、ファイフ伯爵に上るとともに、マクダフ子爵を授けられた。 一連の爵位はすべてアイルランド貴族爵位であった。二大伯ジェームズは1790年7月5日にグレートブリテン貴族としてファイフ州のファイフ男社に助せられた。しかし彼の子は三人とも死生児であったため男爵位は一代で廃絶した。残る爵位は弟アレグザンダーの系統に移行した。四伯ジェームズも年月日に 連合王国貴族爵位のファイフ州のファイフ男爵を授けられたが彼にも怖おらず再び廃絶している。白爵位は同盟のオイ・ジェイムズが継承した。五大伯・ジェイムズは1857年10月1日に連合王国貴族としてアバディーン州スキー院のスキーン男爵に助せられている。その子である六大伯・アレグザンダーはルイーズ王女と結婚している。これに伴って 爵位も上昇し、1885年にファイフ伯爵に除せられたのを皮切りに、1889年にはファイフ公爵及びマクダフ公爵を授けられている。一連の爵位は男子にしか継承を許さないため、女子にも相続を認めるファイフ公爵及びマクダフ伯爵も1900年に授与されている。初代公が男子のないままエジプトで隠しすると、 1900年創設の公爵位と伯爵位を除くすべての爵位が廃絶した。伯爵家の旧邸宅ダフハウスグロッフォは11世紀のスコットランド王マクベスの日であった人物。ありがとうございます。